日本神奈川県横浜市中区、北中通り地区開発が進む北中通り地区。2019年7月17日、北中通り地区は、神奈川県横浜市中区で計画されている、再開発地区の名称。都市計画道路、栄本町線を境に、北地区と南地区に分けられている。住所としては、北地区が、北中通り5丁目、6丁目、 海岸通り5丁目にまたがっており、南地区は本町6丁目にあたる。再開発事業が本格化する以前の、景観港未来の運河パーク側から、北中通り地区を望む、左右にアイランドタワー、2011年12月6日、北中ブリック、2011年12月6日あたり、再開発地区は、港未来線の馬車道駅に近く、港未来地区とも対岸に隣接するなど、 ロケーションは比較的良い。また、港未来地区と関内地区の結節点にもなっている。2002年に完了した都市計画道路、堺本町線の整備に合わせて、北側と南側で再開発が進められており、2012年1月には横浜都心、臨海地域の一部として、政令による特定都市再生緊急整備地域に指定されている。北地区は、 大正末期から昭和初期にかけて建造された古い建物が多く、再開発にあたって歴史的建造物の保存、有効活用も含めた解体、整備工事が進行している。外観に施された建てのレンガ柱が特徴的な通称、北中ブリック建築と現在は解体されているが、白の外観が特徴的であった通称、北中ホワイト建築では、 再開発着工前の2005年から1年半ほど50組のアーティスト等が入居し、様々な創作活動を行っていた。なお、旧三角海湖倉庫事務所は、歴史的建造物として、現状保存が決定しており、解体後に外壁などが復元される旧三角海湖倉庫と共に、横浜の創造的産業、文化などに関して、アジア的視点で交流。 情報発信を目指す拠点、アジアデザインマネージメントセンターとして活用していく予定である。この他、再開発が本格化するまでの暫定施設として、多目的フットサルコートのキャプテンツバサスタジアムが開設されていた。一方、南地区では第2航空開発予定地において、横浜市による視聴者の移転計画が進められており、視聴者の移転に際しては、 完全移転案と現調者地の活用も含めた文調案の2案で検討が進められていたが、現在では当地への完全移転とする方針が固められている。横浜市が2014年に1月に市議会新一庁舎に関する調査特別委員会に報告した計画方針によれば、設計、施行一括方式を採用することで工期を短縮し、2017年度の着工、 2019年度の竣工を目指すとしている。また、当地においても、再開発が本格化する前の敷地を利用して、木下大サーカスの横浜公演が2013年2月17日から5月7日まで開催されたほか、太陽光発電を用いた、エアドーム式植物工場、グランパー、 横浜農場を2014年1月7日から10月31日までの期間限定で開設。さらに、同年7月19日から11月3日には、東アジア文化都市2014横浜における、作像展示イベント、横浜綱の彫刻展も開催されている。着工は延期されたが、解体、整備が進む箇所も、2011年12月6日、旧、三日の回倉庫。 再開発時には解体後に復元するとしている。2011年12月6日、バンコク橋ビルと新規開発のシャレール海岸通。2011年12月6日、これまでの経過地権者で構成される、北中通り北地区再開発協議会により、既存の建物の解体及び再開発計画が進められている。2004年5月に、 北中通り北地区,地区計画の都市計画が決定。さらに北中通り北都築各整理組合が2007年12月に設立されると、翌月の2008年1月には都築各整理事業に着手している。当初は高さ約220メートルと約170メートルのタワーなどからなる集合住宅を主体にしたオフィスホテル。 商業の複合施設が計画されており、2011年の第一航空の完成と2014年の全体の完成を目指して2008年末には本開発の着工を予定していた。しかし、サブプライムローン問題に橋を発した世界同時不況などの影響もあり、2009年1月には着工の延期が発表されている。地権者の一社である森ビルでは2011年以降まで、 開発計画の再開を延期すると発表、また計画に参加していたモリビルグループのマンションデベロッパーであるサン・ウッドの撤退も発表された。なお、2012年には唯一開発が存続していた都市再生機構による賃貸マンション、シャレール海岸通が進行している。2009年の着工延期のアナウンス以降、しばらく開発計画の再開に向けた動きがなかったが、 当地の土地区画整理事業が2014年3月末に完了する目処が立ったため、2012年には開発再開の動きが出てきた。森ビルでは、横浜都心臨海地域整備計画内の予定において、2013年度から2015年度にかけて当地の開発を進めていくと表明している。そして2013年5月。 森ビルが丸紅との共同による高さ約200メートルの超高層ビルの開発計画。日本セレモニーが高さ約31メートルの商業施設の開発計画をそれぞれ発表した。さらに2013年10月には A-4 地区超高層ビル計画の詳細が発表された。外観は開発が中断される以前の2007年に発表された案などに比べ、 無難に落ち着いているが、建物の高さは最高部、約220メートル、健康、約200メートルをそれぞれ維持し、全体の規模としても延べ床面積約16万9000平方メートル、57階建てと若干、拡大されている。段階別の開発計画計画では開発の段階を4つに分けており、すでに竣工している b、b 三地区の賃貸マンション。 シャレール海岸通に続いて、第2段階、第3段階の開発とされている。第2段階とされる A-3 地区の日本セレモニーによる商業施設は2013年内に着工して2014年の完成を目指していたが、その後に延期され2015年5月に着工、2016年7月に完成を迎えた。また、第3段階とされる A-4 地区の 超高層ビルは2013年5月の時点で2014年内に着工して2018年の完成を目指すとしていたが、その後も建設コストの高騰などからたびたび延期され、2015年5月には事業者に三井不動産レジデンシャルを加えて2016年春までに設計を完了し2019年の完成を目指すという発表。さらに2016年3月には、 同年10月に着工して2020年1月の完成を目指すという発表がなされている。同超構想ビルは2016年11月1日付で着工となったことが正式に発表されているが、この発表の際には事業者名が三井不動産レジデンシャルと丸紅の2社のみとなっており、当初からの主事業者であった森ビルの名が外れている。当初は、 保存を計画していた歴史的建造物、旧三角海古倉庫建築については解体した上で、外観及び内装を復元。超高層ビルの用途については2013年5月の時点で、以前の集合住宅、ホテルオフィス、商業施設などから一部変更し、ホテルの誘致を断念した上で、住宅溶石率を増やすと発表していたが、2015年5月時点の計画では、 用途等が再度変更となった模様で、集合住宅の他に、ホテル、商業施設、文化施設としている。2016年11月の着工発表によると、ホテル部分として、長期、短期滞在型宿泊施設、オークウッドが横浜エリアに初進出し、地上約150メートルには展望フロアも併設するとしている。また、 集合住宅部分は三井不動産レジデンシャル及び丸紅による分城マンション、ザタワー、横浜北中で最上階の58階は分城マンションとしては市内最高層となっている。なお、4つの地区が第4段階の開発とされている。B-2 地区にあった万国峡ビルは2012年12月に解体され、約85年の歴史を終えている。 この B-2 外区では UR 都市機構が2014年12月翌年1月にかけて事業者の募集及び入札を行っており、事業者は入札価格が最も高かったアパマンションに決定した。アパグループではこの土地に一棟の建物としては日本国内最大となる客室数2311室のアパホテルリゾート横浜ベイタワーを建設し、 2019年8月に完成している。また、開発に参加する予定の日清では2011年9月の中間決算において、3から4年後までに集合住宅を中心としながら、商業施設も建設したいという意向を表明していたが、2017年4月時点では B-1 地区において、集合住宅、店舗、オフィス等の複合開発を行う予定としている。 さらに残りの A-1 及び A-2 地区においても大和地所と住友不動産が集合住宅、ホテル等の複合開発を2021年から2025年にかけて行う予定である。地区別の開発概要北中通り北地区内の再開発計画における地区分けや公共施設の位置、その他開発における制限情報等については、 横浜市都市整備局による地区計画計画図を参照。なお、1995年に大規模改修、高層棟新地区などが行われた横浜第二合同庁舎を C 地区としているが、この地区については今回の再開発計画の対象外である。また、北中通り北公園愛護会では運河に面した東地区を北中キャナルと名付け、 さらに、東地区にある運河沿いの公園の愛称を、北中キャナルパークとしている。特に、北中通り北第二公園では、横浜北中マルシェや、館内北中キャナルパーク盆踊りなど様々な、イベントが開催されている。汽車道より再開発が進む北中通り地区を望む、2019年7月17日、旧東大陵五願、2014年6月1日、既存の建物の保存。 活用、解体北中通り北地区の再開発にあたり、既存の建物の保存、活用、解体方針について一下に記す。横浜市による、北中通り北地区の歴史的建造物保存方針、及び、北中通り地区、まちづくりガイドラインも参照。独立行政法人、都市再生機構が管轄している。第一工区では、横浜アイランドタワーが、すでに完成しており、 都市再生機構の本部が入居している。また、第二航区の計画にあたっては当初は41階建て、高さ180メートル級のオフィスビルの開発も検討されていたが、現在では常日の通り新市庁舎ビルを建設することによる横浜市役所の移転が計画されている。なお、当地における新市庁舎ビルの開発については構想を無案と、 低層旨案の二つの案が出されていたが、現在では当地へ完全移転する方針が横浜市により公表されており、分散されている本庁機能を集約する目的もあって高層旨案に落ち着いている。2014年1月には市庁舎の移転についての新たな方針を横浜市が市議会新一庁舎に関する調査特別委員会に対して報告した。 これによると30階建て、高さ約150メートルの行政棟と低層の議会棟からなり、議会棟の下層、周辺には屋根付きのアトリウムを整備する計画で、2015年度の発注の際には設計、試行一括方式を採用することで工期を短縮して、2017年度の着工、2019年度の竣工、2020年度初めの移転、供用開始を目指している。 さらに、同年3月28日に公表された新市庁者整備基本計画では、2020年1月の竣工、同年6月の移転完了予定となっている。ありがとうございます。